寒すぎる。こんばんは。落ちた。ハートとお疲れと手紙、雪だるま、ラブレター、クマだるま、ありがとう。こんばんは。中村舞です。めっちゃ鼻声です。こんばんは。あ、メリークリスマス、ありがとう。ラマ、ありがとう。もう鼻で息ができません。鼻が詰まって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 、うえー。本当になんかあれですね、広島なんか飛んでる、絶対なんか飛んでます。結婚してありがとう。ありがとう。今同じ状況、え、絶対なんか飛んでるよね。こん、絶対同じ症状の人が。このお風呂の扉が閉めても閉めても開く。もういいや。うん、姉貴入ってきたのかと、いや違う、お風呂の戸なんだけどさ、何回閉めても開く。またゆき、ありがとう。いや、なんかね、もともと席はあって、でも風邪じゃないんですよ、全然風邪じゃなくって、この2日かぐらいになんか鼻水がすごくって、え、これなんか飛んでるんですね今。あの、なんかが飛んでる、花粉じゃないか分からんけど何かが飛んでる、アレルギー絶対。これはあの咳とは関係ないんですけど。うん、結婚してありがとう。うん、鼻水はね、ほこり、そうなの、外めっちゃくしゃみ出るんや、とめっちゃかわいい、ありがとう。めっちゃくちゃくしゃみ出る。席は治らんだけ、めっちゃ鼻声。ぬるま、ありがとう。交差じゃない、いや、それあるよね、交差説ありますよね、か、なんちゃらなんちゃらみたいなやつ。なんちゃらなんちゃらみたいなやつ。あ、PM2.5 だ、この時間みたいなやつ、PM か AM か分かりませんけども。雨降ってたけど、いや、なんか変わらずずっとくしゃみ。うん、車がめっちゃ汚れる。あ、そうなんじゃ。なんか飛んどる系、なんかさ、マジでね、あの右の鼻が詰まったらさ、左を下にしたらめっちゃ楽になるんですよ。だから左を下にして寝るんですけど、そしたら今度左の鼻が詰まるわけですよ。だから今度は右を下にするんですよ。そしたら今度左の鼻が楽になるんですよね。それを夜中にずっとこうやって繰り返して、こっちに行ったりこっちに行ったり繰り返して、で結局両方詰まるんですね。で両方詰まって、で口がもうって なりながら、もう口パッカーンで寝て、乾燥。ありがとう。寝られん。うん、ね、めっちゃ来るんよ、このマイコプラズマ肺炎ですよみたいなコメント、もうこんな、ここ何日か
診断受けてる私、この今オンライン診断、ショールーム診断、あなたはマイコプラズマ肺炎ですってすごい待って違うと思うんだけど、ね、なんか熱とかもないと思いますけど、お医者さん、うん、お医者さんがいるのかな。じゃあマイコプラズマ肺炎のさ、なんなん症状言ってや、それに当てはまっとったらそうやわ。じゃあよっからんけど、診断されてませんマイコプラズマ肺炎ってありがとうございます。どのくらい後かかりそう、やっからけど、お話し会は参加します。でも咳がちょっと出ちゃうかもしれなくて申し訳ないですけども、咳止めね、飲んでないんだよね。なんかさ、咳止めっていうものがもうあんまないらしい。咳を止めるのは良くないらしくてさ、うん、咳って出す、なんか出した方がいいみたいな感じで、あんま咳止めが最近はないらしいんだよねすごい発熱、頭痛、倦怠感、ちょっとあんまないかも、そういうの。マジで咳だけなんだよね。マジでごめんね。声枯れてる？どうやろう。鼻声なだけよ。ああ。抗生物質効かない？飲んだよね。抗生物質全部飲み切ってね。なんやけどね、切ってないね。今抗生物質って多分ね、いっぱい飲んじゃダメなんだよ。耐性がついちゃうから。結構いろんな薬飲んだんだけどね。ぬるま、ありがとん。喉は大丈夫？喉痛くないんや。寝るのが一番？それな。薬飲んだらめっちゃ眠くならない？でもね、薬飲まんくても眠くてやばい、薬の関係ない、なんででもいいかわからんぐらい眠い。唇が綺麗、メイクしてる？ちょっと口だけ、あなんだっけ、血色がなさすぎて塗ったよ。でも最近メイクしてない。夜が眠れんけんね。あと鼻が詰まったらさ、いびきかいてるんじゃないかと思ってね、不安なんだよね。いびきやだな、自分書くの恥ずかしいよね。書いていいじゃん。いい、なんかやだな、
どうしよう、新幹線とか乗った時もいびきかいてたらやだな。メリークリスマス、ありがとう。スノードームもありがとうございます。熱ない？ないよ、大丈夫。なんかね、あれなんよ、なんかね、やばい、鼻水が今なんかちょっとやばかった。なんかね、ね、寝ようと思ってさ、こうやって目閉じとくやん。でさ、たらさ、なんかみたいな感じで目が覚めるんよ。自分の咳の出るあれで目が覚めるんですよ。なんか寝ようとしてるみたいな、なんかゴホゴホして目が覚める。ちょっとティッシュ持ってこよう。やばい。ちゃんとミュートにして、ね、あのさ、鼻水をさ、鼻出したいときに、鼻シューンってしたいときにさ、鼻が詰まったらけんさ、鼻から息が出んくてさ、ずっとさ、困ってます。ありがとう。肩誰かいる？誰？これコッコさんからもらった服ずっと着とる。苦しそう。いいよ、もうしょうがない、ダメやもん。ありがとう。すごい、もうなんか本当に人に言っていいのかっていうことを言うような人がいてびっくりする。本当にもう本当にびっくりする、コメント欄。なんか優しい人も多いけどさ、本当にそれマジで言ってんのみたいな人とかいて、もう心の底からびっくりする。なんかなるもありがとう。なんて言いたくないから声には出して言わないけどさ、マジでびっくり。無神経すぎる。デリカシーが、デリカシーがない、デリカシーがないとモテないぞ。モテるとかどうかの以前でもないな。気をつけてね。冗談だと思えません。冗談でも言うことではないことがあると思います。
なんか何でも言っていいみたいな冗談だって言ったら、それもちょっと良くないと思うんですけどね。もうでもなんかあんまりあのさ、日々関係さ言われてもいいんじゃけどさ、やめてよね。ミキが言うの珍しい。すいませんね。だってプンプンしちゃう、困っちゃう。そうでもみんな優しいの、優しい人がいっぱいだからこそ目立つんよね、マジで。本当になんかコメント欄めっちゃ優しいよ。もう優しい人がおるけんこそそういうコメントがめっちゃちらほら来ると、あーんって何考えてんだってなりますね。スルー、うん、結構してるよ。結構してるけど、なんか本当に嫌だったら言うかも。嫌だって。ありがとう、ありがとう。お姉さん元気？お姉ちゃんもうすぐ誕生日なんだよ。元気だよ。12月なの、誕生日。おめでとう？え、ダメだよ。お姉ちゃん、まだ誕生日、まだ来てないから。お姉ちゃんにそう言っちゃダメだよ。まだダメだよ。何の日かな？プレゼント買った？いや、買ってないんだよね。何がいいって言ったら、バッグーって言って、めっちゃ高い、高いバッグを。言ってて、バッグ他はないの、バッグか。聞いたなら買ってあげないと。みんなさ、兄弟がいたらいくらまでならプレゼントするの？みんなのなんか知りたいわ。2万1万あ3万5000円100円ちょっと100円は言い過ぎでしょ。嘘だ。100円？何買うの100円で。あげない？3000円、1万。あ、でも1万っていう意見が多そう。2万くらい。まあでも、その年齢にもよるよね。兄弟のために1円も使いたくない。ちょっと待って。あーでもそういう人いるよね、多分。逆にね、逆に使いたくないみたいないるよね。そうだよね。いや、この意見の人普通におるんじゃけど。
ご予算は、まあ予算とかは決めてないんですけど、レターありがとう。でもな、悩みますよね。バッグはいくら、バッグはちょっとね、いろんなバッグありますからね。スイッチもらった。あのスイッチいくらだったんだろう。多分3万円ぐらいしたのかな。3万4万、わかんない。いいやつ買ったって言ったからさ、最近スイッチ全然できてなくてやばい。スイッチ高いよね。ありがとう。食事をごちそう、ごちそうはいっぱいしたい。ごちそうとは別になんかね。ありがとう。バッグ作ってあげましょう。絶対使わん。私の作ったバッグ。私の作ったバッグ、何の生地から作ればいい？手編みとかってこと？絶対使わんと思う。お姉ちゃん、私の手作りバッグと、私めっちゃさ、すっごいさ、ボロボロのバッグ作ると思うけど。布？縫うってこと？私頑張ってもさ、なんかトートバッグとかじゃない？やっぱ作れるのって。なんか、なんですかね、むずくない？バッグ作れるのとか。ありがとう。もう多分お姉ちゃんが欲しいのは肩とかからかけたりするタイプのバッグだから。ありがとう。なんかちっちゃいこうさ、なんですか、お出かけとかに持っていけるようなねやつだと思うんでね。ありがとう、手紙。高いバッグね。いや、私もね、一回なんかね、なんかこう一回自分になんかちょっと高めのバッグを買おうと思ったこと何回もあるんですよ。わ、これ可愛いなって。しかもそういうのってさ、めっちゃさ、やっぱり一個買ったらずっとそれを大事に使うと思うしさ、めっちゃなんかね、ご褒美になんか買おうかなって思ったことあるんですけど、マジで何回もラーメンに換算しちゃう。いや待って、これ買ったら、いやマジで、だってラーメンこんだけ食べれるよなみたいな気持ちにめっちゃなる。もう、え、待って、外食めっちゃできるくないみたいなね、なるよマジで。どう、買おう買おうって思いながら一回も買ったことない。
ラーメンはラーメン、いやそれはわかるわ、確かにね。マイキューのお財布見てみたい。私のお財布私のお財布結構シンプル。最近お金の仕分けめっちゃしてるんだけどね。ちゃんとこうパックみたいな入れて、そうそう、なんかまあ家賃で生活費、ボイトレ代、あの支払い、貯金、自由なお金みたいなけどね、うん、リアル？いや、めっちゃやっとるよ。そうよ、やっとるよ。日々やりくりしていかないといけないですから、節約できるとこは節約して。ありがとう。お金足りてる？足りてるマイナスではないよ、大丈夫、ありがとう、心配された。マイナスだったらやばいあー、なんかさ、声がどんどんハスキーになっていかないかな。だ。すいませんね。ハスキー、ハスキーな声可愛くない？喉大丈夫か？大丈夫だよ。戻るから大丈夫って言われた。もう確かに戻りそう。もう終わったら戻るよ。このガラガラ機が戻ったら。何分だって？はい。え？何何？58？59？待って、男女ぼ待ってね。きなぺこさん、福太郎さん、ようちゃんさん、まささん、シーサーさん、もとまちさん、東京のそばさん、流れ者さん、おっさんずさむきちさん、さかめち FC さん、ゆずきちさん、ぼんちゃんさん、太郎くんさん、ありがとうございます。皆様おやすみなさいませ。結婚してありがとう。雪も熊もありがとう。皆様おやすみなさいませ。ありがとう。バイチャラポ、バイチャラポ、バイチャラポ、久しぶりに言った、バイチャラポ、おやすみまた明日。